生きてる。おはよう。目が覚めて何よりだわ。ここは地獄ですか？ううん、ちゃんと現実よ。気分はどうかしら？最悪ですよ。まるで頭に探検をねじ込まれた後に体が内部から爆散したような気持ちです。何ですかこれ？そうなんだ、あの素材になった人たちはとってもひどい死に方をしたのね。素材？あなたが私を復活させたのですか？うん、ここに埋まってた死体を使って足りない部分を再構成したの。異世界人の死体が一つあって、すごくいい魔導素材になってくれたわ。そうなんですか。どうしてこの子は私を？マノン、あなたにはね、お姉ちゃんがいるのよ。明るくて活発でとっても元気のいい子。歌と踊りが好きな子だったわ。だけど何より大好きだったのは映画。記憶が削れて人格がなくなっても何か残るのでしょうかね。何の話？いえ、とっくの昔に、千年前と十年前に終わった話です。さあねえ、あたしね、次はもっと大掛かりな映画をしようと思うのよ。あなたもやってくれるでしょ？ええ、世界にさらなる混沌を巻き起こしましょう。あなたと私で。